日本財団が推進する海と日本プロジェクト、日本の海に関する情報をお伝えしています。今回はあなたにとって海とはを聞いてみました。感動です。海なし県出身の私にとって、海とは感動です。僕にとって海とは生き物です。海の中には生き物がたくさんいます。そして僕はその中の海の生き物が大好きなので、その中の海も大好きです。散歩コースでもあり、それから生きがいでしょうかね。海は心が癒される場所です。仕事が忙しかったりとか、家事に忙しかったりするのがここではないので、ほっとします。とても気持ちが落ち着く場所です。すごく広くて、この先が何があるんだろうとか、なんかすごいこのなんかワクワクする、そんな場所です。私にとって海は安らげる場所です。家族と、自分自身でも子供と一緒でも、みんなでいつでも来たい、そんな場所です。お散歩コースです。癒しの場所です。子育ても犬の散歩もいつもここでやってきました。そうですね、子供との時間を過ごす大切な場所でもあり、やっぱりこう最近自粛でなかなかこう行く場所も限られているので、こういう広いところで遊ばせるのが一番いいかなと思ってよく連れてきてます。楽しい場所です。皆さんの海に対するさまざまな思い、素敵なエピソードを聞かせていただきました。あなたにとっての海はどんなところですか？今年の夏も海で素敵な思い出を作ってくださいね。海と日本。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。